コロナ禍で落ち込んだ利用者を回復させようと岡山市の両備ホールディングスがバスなどの公共交通の利用を訴えるラッピングバスを完成させ今日報道関係者に公開しました綱渡り状態のバスと少年バスの文字が目を引く黄色い大型バス両備ホールディングスが公共交通利用を訴えるため 明日から運行を始めるラッピングバスです両備ホールディングスではコロナ禍で利用者が2割減ったため公共交通の利用を促すキャンペーンを行っていてこのバスはそのメッセージを広く周知するために作られました乗って残そう公共交通ということで一人でも多くの方があのご利用になっていただけるとありがたいなという思いでございます このバスには乗車はできませんが、今後、乗車率の低い路線を中心に巡回するほか、イベントでの活用も検討しているということです。